アニメラグナクリムゾンアフレコ振り返りトーク。はい、ラグナ役の小林千明です。クリムゾン役の村瀬歩です。こちらはアニメラグナクリムゾンアフレコ後に本編を振り返りながらお届けするトーク企画です。はい、早速アフレコや本編の内容についてお話ししていきたいと思いますが、今週は第23話、はい、進んだねだいぶもう終盤間際というか、はい、もう終盤も終盤ですよ。ラストバトルと言っても過言ではない戦いもね、はい、繰り広げられていきましたけれども、うん、まあ僕らの時系列的にさらに言うとはいはい、はい、最近ね、まあ、放送も始まりまして、うん、始まりました。1話もね見まして、もうたくさんのね、見ていただいた方からのリアクションもね届いていて、だ結構その上映会とか、うんうん、まあAJ とかだとやっぱ原作ももともと好きでっていう方が多く、そうだ ね来てくれる印象があって、うんうん、まあ、そういう方だともともとラグナ好きだから、うんうん、あこのクオリティでやってくれるんだ嬉しいなっていう意見、知ってる意見が多かったですけど、ね、やっぱこれを機に初めて見た人が、うん、びっくりしてるというか、いや、そう、それこそさっきね、あの制作側の方たちと話してたんですけど、はいはい、レオをねこれからきっとレオが強くなっていくんだとか、レオ可愛いっていうお話をしてるのを見てましたみたいな感じのタグとかね、多分追ってくる。これがこの作品のメインヒロインじゃええやんみたいないや間違ってないっちゃ間違ってないんだけど、そうなの、ちょっとね、アニメの多分区切りはね、うん、23話見た方なら多分どのくらいで終わるのかが、はいはいはい、なんとなく分かってるんでしょうけど、原作の方ではね、そうなんです、レオまた表紙にもなってますから、うんうん、おそらく出ていることでしょう。おそらく出るはずなので、はい、まあね、ここまで見ていただいた方はね、原作も続き読みたいなって方多いと思うんで、ぜひレオファンの方も、はい、ね、続き読んでいただいてね。師匠系女子もね、ね、出てきましたからね。出てきましたから。でもそれで言うとね、まだ僕らはその誰がやってるのかとかね、うん、そうなの、結構、まあ、結構このアフタートークでも話してましたけど、意外と一緒にこのアフレカ現場やってても誰がキャストになってるかわからないってことが多い中、そうなの、だから放送されてる時にはね、うん、ギルゼアさん、そうそう、ギルゼアさんもね、我々の間でも結構誰がいいのかみたいな、そうそう、どんな感じの声なんだろうっていうのをね、うん、勝手に声優予想してもらってますからすごいいろいろ熱いですけど、まあ、あとアフタートーク、あ、そうそうそう、配信されまして、ね、X の方で文字起こしねしてくれて大変ですよ。いや、中華すごいありがとうございます。いや本当に我々の無茶苦茶なね、おしゃべりを、本当に、だから小林くん、村瀬さんって呼んでましたね。信じられないよ、ね、あれ10年ぐらい前ですよ、ね、10年前、まあまあ少なくとも8年は前だと思うよね、まあまあ、ぐらいの関係性でしたもんね。いや、びっくりしたな、なんか聞いててすごく新鮮でしたね。なんか、うん、あ、こんな感じに喋ってたっけ1回目みたいな。そうそう、今だと考えられないいや本当に、ね、でもね、なんかその距離感もこう、うん、アフレコ重ねていって、で今週23回目ですけど、ね、いや、でこうなるとって思うのちょっとエモさというか、いや、だいぶエモいですよ、なんか感慨深いなってやっぱね。ラグナとクリムゾンもまたこう一から関係をね、そうそう、こう構築してって、でちょっと前の、まあ、19話とかでね、うんうんうん、毒殺しちゃったりとかいろいろありましたけど、いろいろあったけど、やっぱこのラグナのに勝つ入れられてクリムゾンもちょっと、うん、思い直したところがあるというか、そうそう、だから今ねちょっと王としての姿で23話臨んでましたけど、うん、ね、やっぱこのトーンとかも、はいはい、この普段のクリムゾンとはさらに違った、そうね、この翼の王状態と言っても過言ではない、そのそれこそ過去に未来ラグナと話してた時のトーンに近いというか、はいはいはい、あとね、あれの時は王冠クリムゾンって言ってなんかまた別のクリムゾンなんだよ、ね、そうなんだ、そう、今回のはなんか竜王フォームみたいな、はいはい、あ、じゃああそことはまた別のベクトルのお芝居でまた望まれてるんですね。この辺ももしかしたらなんか勝手に僕がそういう風に呼んでるだけなんですけど、はいはい、勝手にそんなこと呼ぶんじゃねみたいな感じでピーとか言われちゃうかもしれないですけどこれね、流れてる頃にはね、そう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 、文字起こしてされてるかもしれない。でもラグナ的にもね、はい、首ちょんぱのあれはね、なんか面白いアイディアをね、いや、そうそう、東京監督さんにいただいて、とっさになんかこう話してましたけど、そうですね、首ついてない感じ、そのどういう感じだよいや、なるんだけど、いや、もちろん僕は首取り外しできないのでできないできない、もう悪役側だもんだってもう再生能力、ね、ダメよ、そう、不死身系の能力を主人公側が得しちゃうと
悪役チックになっちゃうっていうのはね。そう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 、うん、まあなんだけど、はい、なかなかないですね、主人公が敵に首切られてガチって繋いで戦い続けるロボモノ以外で見たことがないいやでもね、そういう感じでもやらせていただきましたし、でもね、うん、なんといってもやっぱカムイ、少年カムイとアルテマティアのね過去というか、う、ね、昔のね時のだから上様がまた大変な回だったね。そうですね、他の次回もすごいですし、いやそうですよ、他の役もやりつつ、あ、そうそう、カルラたち、ね、そうそうやりつつですから、うん、でも次回もね、もうこの二人の素晴らしいストーリーがあり、僕らがそれをどうするかっていう、もうとんだ悪役ですよ本当に。いや、なんか ただこうなんていうのかな、ちょっと苦い感じもありつつ、我々も、まあ、最後に向けて気持ち高めて、うん、次のアフレコも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。思います。24話、はい、お楽しみに。お楽しみに。アニメラグナクリムゾン、ぜひ何度もお楽しみください。以上、ラグナ役の小林千秋とクリムゾン役の村瀬歩でした。